モンテッサコタ 4RT モンテッサホンダは、スペインのバルセロナにある、オートバイや自転車、及びそれらの部品の製造、組み立てを行っているホンダの子会社である。なお、ホンダの参加となる前の独立したオートバイメーカーであったモンテッサについても、この項で述べる。モンテッサは1944年、フランシスコ・パコブルとトッペドロ・ペルマニエルによって、設立された。 ペルマニエルは第二次世界大戦中のガソリン不足の中にあって自身が開発したアーモンドの殻を燃やして燃料を得るガスジェネレーターシステムによって成功を収めていたが戦争が終わってガソリンが安定供給されるようになれば他のビジネスに転向しなければならないと考えていたそこでペルマニエルはブルートと協力してバルセロナで小型軽量オートバイの開発を始め リアサスペンションを持たない2ストローク 95cc エンジンのモデルを製作した。多少の問題はあったものの、このモデルは生産を始めた最初の年に22台を販売した。翌年、手軽な輸送手段に対する需要が高まると、ペルマニエルは事業をオートバイ生産に集中させ、ブルトは第1号モデルの後継者となる 125cc のロードスターモデルを設計した。 このモデルは当時スペインで人気のあったトライアル形式のラリーやセミエンデューロレースで使用され、1951年にはウルトと G キャベスターのライディングでインターナショナルシックスデイズエンデューロにファクトリー体制で出場した。1950年代初期、モンテッサは多くのロードレースの 125cc クラスに出場した。6速トランスミッションやユニット交換が可能な。 ギアボックスを持ち、すべてのギアの軸受けには、ニードルローラーベアリングが採用されるという、当時の最新技術が投入されたモンテッサのマシンは、非常に戦闘力が高く、1956年版、ジマ・ TT レースのウルトラライトウェイトクラスでは2位から4位までを占める活躍を見せた。ブリオ1950年代は市販車でも成功を収めており、キャブレーターや、 ハンドブレーキに新技術を採用したブリオ80は12000台以上が生産された。ブリオや他のモデルでの成功によって、モンテッサはバルセロナ郊外のエスプラグド・ロブレガットに新たに大きな工場を建設するまでになった。ところが、スペイン経済が不況に陥った影響により、会社の存続を最優先とするペルマニエルは、レース活動の縮小を決意する。しかし、 ロードレースから撤退しようとしたペルマニエルに対し、ブルトはレース活動の継続を主張した。その結果、1958年5月に主任デザイナーであったブルトは、モンテッサを去り、主要部署の人員の数名は、ブルトの後を追って会社を離れた。ペルマニエルは、有能なデザイナーだけでなく、株式の30%を同時に失うことになった。 インパラ1960年代に入ると、スペインの経済は上向き始めた。ペルマニエルは、様々なカテゴリのチャンピオン経験者であるレイサーのペドロピーを招き、テストライダー兼開発部門のチーフエンジニアに据えた。ブルートに代わる、技術部門の責任者には、レオポルド・ミラーが就任し、ペルマニエルの息子であるハビエルは、スポーツアシスタントとなった。 1960年代に入ってからの彼らの最初の仕事は全くの新設計となる 175cc エンジンの開発であり、やがてこのエンジンはスポーツロードスターモデルのインパラに搭載されて発売された。ニューモデルのプロモーションのために3台のインパラがアフリカに送られ、大部分がオフロードである12000マイルを走破する性能を示した。 やがてインパラはスペインで最も成功したオートバイと言われるほどの大成功を収めて会社が成長する基盤となり、この新エンジンはロードレーサー、後にはトライアルモデルやモトクロスモデルに搭載された。アフリカのプロモーションから戻ったテストライダーの P はロードレースとモトクロスのスペインチャンピオンとなると同時に 250cc バージョンのエンジンの開発に取り掛かった。 250cc エンジンは1965年に完成し、こちらもまたその後の会社の成功に大いに寄与した。このエンジンは、モトクロスマシンの250スコルピオンに搭載され、P のライディングによって1966年のスペインチャンピオンを獲得した。また、同じエンジンを搭載したスポーツロードスターは、バルセロナ24時間耐久レースで優勝している。 1967年、モンテッサにとって初めてのトライアルマシンが開発された。翌年にコタと名付けられて発売された、この 250cc のモデルを買って、P はスペインのトライアルチャンピオンに輝いた。すでにロードレースと6つのモトクロスタイトルを獲得していた、P はこのトライアルのタイトルを最後にレース活動から引退し、以後はオートバイの開発に専念した。 コタはライバル車種であるブルタコのセルパと人気を争うヒットモデルとなった。その後の10年間、モンテッサは前例がないほどの急速な成長を見せた。モンテッサを離れたブルトが起こしたメーカーであり、ライバルとも言えるブルタコがアメリカ市場を重視したのとは対照的にモンテッサはヨーロッパ市場に集中した。トライアルモデルは四十九、百二十五。 175,250,348,349cc と様々な排気量のモデルがリリースされ、モトクロッサーも 125,175,250,360,414cc と各クラスのモデルが揃えられ、さらにストリートモデルやエンデューロモデルもラインナップに加えられた。1973年には、 モンテッサのワークスライダーであったカレービベ後年が開発に協力したモトクロスモデルの VR を発表。このモデルは翌1974年にはモンテッサの最もスタンダードなモデルとなり、1976年にはこれをベースとしてコタ348が作られた。1980年にはウルフ・カールソンがコタを買ってトライアル世界選手権でチャンピオンを獲得している。 4RT を狩るドギーランプキン1980ストライキの波と市場の縮小はスペインで唯一の大手オートバイメーカーとも言えるモンテッサにも襲いかけかかり会社が生き残るためには大幅な援助を必要としていたそんなモンテッサを救ったのはヨーロッパにおける小型オートバイの生産拠点を必要としていたホンダであったホンダの資本参加と 政府からの援助によって、モンテッサは生産を続けることができた。一方のホンダにとっては、将来有望なヨーロッパのトライアルバイク市場への参入を見越し、関税による競争力低下を避けるための現地生産への足がかりという意味があった。1985年7月、ホンダが本格的に経営に参入すると同時に組織が大幅に再編成された。 ラインナップは2つのトライアルモデルのみに絞られ、従業員数も152人にまで減少した。1年後には、ホンダは、スペイン政府とペルマニエル一族が持つ株式を買い取り、モンテッサの株の85%を持つに至った。さらにホンダは500万ドルをかけて、工場を新装した。その後は主にホンダのモペットを生産しており、モンテッサブランドのオートバイは小頼みとなってしまったが、 コタは世界中のトライアル競技で活躍している。中でも1980年代から1990年代にかけてコタを買って活躍した元世界チャンピオンのエディル・ジャーンミア、ヨーロッパチャンピオンのアンドリュー・コディナは有名である。1992年から1993年まで水冷エンジンのコタ311が生産されたが、これがモンテッサオリジナルのオートバイとしては最後となった。 翌1994年に発表されたニューモデルのコタ 314R は HRC 製のエンジンを搭載し、他にも多くのホンダ製コンポーネントが使用されていた。コタ 315R1996 年、画期的軽量マシンのコタ 315R のプロトマシンがデビューし、マルク・コロメがこのマシンで世界タイトルを獲得、また同年から藤並隆久が、 コタ 315R と同型のホンダ RTL250R で世界選手権デビューを果たした。コタ 315R は1997年に市販車デビュー。2004年まで世界選手権のトップで活躍し、ドギーランプキン、藤波隆久、マルクフレイ社によって世界選手権で多くの勝利を収める。二千年からはトライアル世界選手権に参戦するホンダの ワークスチームがモンテッサ HRC となり、コタは正式にホンダのワークスマシンとされている。2004年はコタに乗る藤波隆久が日本人初のトライアル世界チャンピオンとなった。そして2005年、315R は役目を終え、最新の技術を投入した4ストロークエンジンのコタ、4 RT にバトンタッチ。2007年にトニーボーチームに加入し、 以降タイトルを獲得し続けている。2020年現在、ボーと藤波の2人がモンテッサを買って、レプソル・ホンダチームから世界選手権に参戦している。ありがとうございます。